コロナの影響で4年ぶりの開催が決まった八戸三社大祭。今週の週刊トピックスでは、2019年の夜間合同運行の様子をダイジェストでお伝えします。八戸三社大祭2019夜間合同運行、華やかな出汁の共演を一緒に見てまいりたいと思います。はい、さあまずは八戸出汁振興会の旗が先ほど見えておりましたけれども、まず先頭は青山会出汁組、令和元年出汁絵巻神代三軒です。はい、こちらはですね、はい、令和元年ということで記念をして、神代三軒という3つの県の伝説を出汁にしたという形なんですけども、はい、なので左右にこう県が立ってるんですよ。そうですね、右左、はい、それで今上がってきました。あ、こちらが、また県草薙の剣を持った大和たけると宮津姫という、はい、主役が2人なんですよ。そうですね、なのでちょっと変わった構図なので、面白い作りになっていますし、おお、上がってまいりました。白山台出汁組、新郎平野正門の乱、北新妙見と七人影武者伝です。さあ、関東賞を受賞した出汁ご覧いただいております。はい、今の起き上がってきたこの桜の部分、はい、パタンコというんですけど、ここにも、高見倉と言われる建物がついているんですよ。豪華なんですよね。それで今主役がこう競り上がってきたということで、今回七人の影武者ということで、同じこの白い衣装を着た七人がこう出汁に登場しているので、そうですね、はい、上から3人いて、はい、今ちょうど見えてきました。あ、見えてますね、影武者ですね。はい、はい、そしてこちらが主役の平野正門。はい、この馬も大きいと思いますよ、本当に。はい、白山大さんも細かいところまでこの作り込みされてますんで、はい、淀出汁組、夢宝船、開運勝運、祝い尽くしの亭です。さあ、令和の時代もたくさんの福が来ますようにという願いを込めて制作した祝い出汁になります。はい、そうですね、淀さんはやっぱりこうおめでたい出汁を作るのが得意なものですから、はい、やっぱり令和元年というと言語も変わられたということで、今年もやっぱりおめでたい出汁を、豪華絢爛な七福神がやっぱり登場しているそうですね。はい、で今競り上がってこう上に上がってきたのは宝船の帆になるんですよね。はい、で今回はこの7人の女性が、美女が七福神の持ち物をそれぞれ持っている。そうですね、美女がそれぞれの持ち物を持って宝船に乗っているということになります。今こう太鼓のペースが速くなって、これが早大太鼓なんですね。急ぐよってことでしょうかね。多分ここは盛り上がってるので、こうパフォーマンスとしての、そうなんですね、はい、すごく元気がいいですね。白下つけ祭り、立身出世金太郎、金太郎改め坂田の金時です。こちらはもう皆さん知ってる金太郎ですね。はい、で金太郎は大きくなっていくと、坂田の金時と呼ばれているんですね。はい、で小さい頃から、まあ、成長して大きくなっていろんな伝説を残すんですけど、そこを全部出しにしたというような形になりますね。ね、はい、もう皆さんおなじみの昔話金太郎なんですけれどもね。なのでこの出し、白下さん出しを見ていただくと、はい、金太郎がどういうふうに成長していったかっていうのが分かるというようになっています。はい、こういう出汁の構図もまた珍しいので、はい、ぜひそういう解説を見ながらですね、また見ていただきたいなというふうに思いますね。はい、はい、白下さんは最近もう武者物も得意なので、こういった武者の鎧とかそういったのも全部手作りなので、はい、そうですね、はい、そして大きな鬼がついておりまして、しかもいっぱいついてますね。はい、ウサギもいますしね。ウサギもいますね。はい、やっぱり金太郎といえば熊を退治したり、こう鹿が出てきたりという、はい、内丸神木会、湧き昇る水に恋滝恋つかみ、秀作を受賞しています。はい、こちらは片岡愛之助さんが、やられた湧き昇る水は滝恋ということで、
恋つかみという題名なんですけど、この恋つかみも初めてなんですよ、出汁として登場する、で、まあ、この中段に緑で見えてるのはムカデなんですよね、はいはい、この出汁全体にですね、鯉が大きいの小さいのを含めてまず30以上ついてるんです。すごいですよね。あの出汁小屋がもう鯉でいっぱいになるような感じだったんですけど、はい、すごい。でこれが主役の志賀之助が鯉を掴んでいる場面なんですけども、はい、口に刀を加えて、うん、これはあのねぶたでこういう滝をこう表現する仕方があるんですけども、はい、それを三者大祭でやったらどうかなということで、うん、私もちょっと一緒に考えながら試行錯誤して、内村さんすごく上手にやっぱりやられておりましたよね。八戸市職員互助会富士屋様三国一夜物語です。こちらも出汁としては初めてなんですよね、本当にあの豪華絢爛で、いや、あの職員ご紹介さんは本当に歌舞伎ものからさまざまなジャンルを作られるんですけども、はい、今回歌舞伎ということで今まで出たことない題材なので、うん、あのすごくもう色合いから、はい、細かいところまで作り込まれてます。でこの今乗ってる竜ガメなんですよね、竜の顔をしたカメなんですよね、出汁の各所に大きいのは3体ついてます、はい、ちっちゃいのはいっぱいついて、この左右側に見えてるのが、はい、竜ガメのちっちゃい竜ガメがいっぱいついてるんで、それで、いや職員ご紹介さん今見えるかな、シャボン玉がこう出汁からそうですね、こういった演出してるんですよねちょっとこう幻想的な感じになりますね。はい、そうですね、はい、累計出汁組三鱗東州江ノ島鎮座弁財天と宗方三女神北条門由来です。さあこちらは宗方三女神と、北条門っていうのが由来になってるんですけども、あのこの上の上段の部分のこのピンク色の桜のところに、まあ、北条門がついて、はい、まあ、由来記ということで、あとは主役は、まあ、今出てきましたこの弁財天が主役になって、はい、これは羽がついてるんですよね。このそうですよね。で先、まあ、これは発泡スチロールでこう削って作ったり、うん、はい、先の方はなんかこう毛みたいなものがついてますよね、はい、こう羽を一つ作るのもさまざまな材質を使って工夫してという形で、で弁財天が琵琶を弾いているんですね、はい、今年最優秀賞受賞3連覇となりました11日町竜組陽気比です。はい、はい、あの誰もが知っている陽気比をテーマに出しにしました。この今すり上がってきたところにこの照明をですね、わざとこうバラバラ方の尾になってるんですけども、その先端にわざとこう揃えないでつけてみたんですよ、はい、なのでこの照明も LED で全部作ってました。はい、はい、とにかく明るい出汁になるように、あのいろんなものをた、こうなんていうの、調整したりですね、テストしながら、はい、一番いいものを持ってきました。ね、本当にこう綺麗な出汁、はい、もうあの陽気比がどれかっていうのがすぐに分かるように、とにかく綺麗にということを、はい、あの考えて作りました。さあ今上がってまいりました。で沿道の皆さんも、ね、主役はまあ、蓬莱宮といって、はい、亡くなられた後の世界観なんですけれども、鳳凰に乗って舞い踊る陽気比というものをつけてみました。はい、塩町つけ祭り組新娘道成寺です。さあこちら娘道成寺はね、三者大祭でおなじみですよね。そうですね、あの出汁としてはですね、はい、娘道成寺はあの作るのはすごく難しいんですよ、うん、やっぱり綺麗な出汁なんで、はい、まあでも数多く登場してますね、はい、はい、で今せり上がってきたのがこの般若の面が3つついて、うん、ね、はい、さ
主役は白拍子花子ということなんですが、そうですね、はい、今こう競り上がっていきましたね、はい、金にまたがってこう竹を持っているという構図なんですよね。そうですよね。こういう構図もあの娘道成寺の舞踊としてあるんですけども、はい、実際その舞踊をこう出しとして表現するとやっぱり難しいんですね、スペースとかさ。はい、さあこちらの出しは下大工町つけ祭り若者連中です。出しは西遊記玉花城の戦いです。西遊記ということでね、おなじみなんですけれども、ね、この西遊記はもう本当に八戸市さんで多く登場するんですけども、はい、玉花城の戦いは多分初めてなんじゃないですか ね、 ね、西遊記いろんなこう場面がありますから ね、 そうですね。でこれがですね、9つの頭を持つ獅子ということで、はい、すごい作りなんですよ、ね、本当に素晴らしいですよね、はい、で真ん中にいるのは孫悟空ということで、ね、孫悟空もすごいですね、はい、なんかちょっとこうイメージと違う感じ。そうですね、あの迫力のある孫悟空ですよね、うん、はいはい、下田熊さんは本当に孫悟空は本当に研究されて何回も打診されているんですけども、はい、全く同じ題材は作らないんですよね。今回もまた研究されて新しい題材をということで、孫悟空の中のいろんな場面を勉強されて作られてますね。さあこちらの出しは下組長出し組、はい、優秀賞を受賞しています。怪人新田義貞鎌倉攻めです。本当にあの下組長さんは優秀賞第2位ということで、うん、本当に今まで第3位は、まあ、それでも久々だと思います。本当にあの今までこの責任者だったあの市澤慎之助さんはずっと武者者で、はい、作られてきて、もう20年ぐらいですかね、作られてきて、もう本当にようやくというかですね、本当に旗まで、はい、本当に嬉しかったと思います。本当にそうですよね。本当にちょっとお話を聞いてましても、はい、皆さんこう玄人好みの出汁を作るという。そうなんですよ、はい、本当にねマニアからも受ける出汁をずっと、はい、ブレることなく作り続けて、はい、ようやくというところだと思います、はい、そうですね、はい、新田つけ祭り振興会平和記念令和即位の礼です。こちらもやっぱり令和元年ということで、こういう題材という形で主役がやっぱり天皇様皇后様が主役になってて、はい、なおかつ高見倉っていう形でお宮に2個ついてっていう、主役が2体やっぱり天皇様皇后様ということで、はい、まあ、やっぱり珍しい構図ですよね。今までは主役は1体っていう形で作られてたりするんですよ。引き上げ出し組ことほいで見ます過激用です。今年は秀作を受賞しています、はい、こちらはですね市川海老蔵さんが、うん、お正月に新春歌舞伎ということで上演されたことほいで見ます過激用を三者大祭としては初めてですね、はい、こちらも登場したということで、はい、でこのパタンコと呼ばれる背景の部分には大きなエビをバックに、なんか初めて見た。そうですね、エビが出汁に登場したのが初めてですね、大きなエビ、はい、でこちら今上がってきたのが過激用ですね、はいはい、で過激用物という歌舞伎がありまして、はい、その過激用物を出汁に登場させて、はい、なおかつこの真ん中には花魁、ね、これが出汁としてはもう初めてだったんですかね、うん、他の歌舞伎では何体か登場してこの花魁をここまで豪華に作られて、やっぱり吹き上げさせた方だと思いますね、うん、ぬか塚つけ祭り組彦子ほでみ神武統制です。まあ初代、まあ、令和元年ということで初代天皇である神武天皇の出汁ということで、ジムテッドの出汁はですねあんまり登場しないんですよ。なので私もこういつかやってみたいなと思ってたんですけども、はい、まあ、今年やっぱり令和元年ということで、ぬか塚さんがやられたということで、もう立派ですよね。でこの真ん中が滝のこうイルミネーションみたいになって流れてるような感じ、そうですね、
でこれがジプテノとヤタガラスですね、はいはい、出汁の高さも高いですよね、でこの両回転に見えるこれがヤタガラス、こちらもついてる、はい、さあ続いての出汁ご紹介していきます、はい、鍛冶町漬祭り若者連古代道の杭巻坂の上の田村麻呂喜多庵です。関東賞そして運行賞を受賞しています、はいはい、この坂の上の田村麻呂というのはですね、よくねぶたでは題材になるんですよ、でねぶたが始まった起源っていう説も昔あったんですけども、はい、八戸の出汁としてあまり登場しないんですよね正直、うん、なんですけども今年は鍛冶町さんもねぶたを出汁に取り入れて、これ初めて、ね、あの今まで発泡スチロールでねぶたを表現するっていうのは2台あったんですよ、はい、ねぶたの本物を作り入れっていうのはなかったんですね、まあこうやって作られるのは本当にやっぱり素晴らしいですよ ね、はい、一日町漬祭り大江山酒天童寺大寺です。もう皆さん知ってる、ね、まあ、出汁としては家族と盗んで酒天童寺ですけども、一日町さんは今年はこの鬼は今までで一番大きい鬼のサイズということで、うん、はい、もうこの距離でも大きいですよね大きさがそうですよね、はい、でこの鬼がまたこう上下に動きながら顔を傾けながら煙を吹くんですよ、わあすごい迫力、すごいですよね本当に。柏崎新町漬祭り東天宮孫悟空です。さあ主役は孫悟空ということで作ってまいりましたけれども、そうです、ね、柏崎新庄さんもあの中国ものがとにかく得意な出汁組さんで、はい、去年も西遊記だった、今年も西遊記のまた違う場面、竜王から武器を奪い取って、戦いを挑むという場面なんですけれども、はい、やっぱりあの柏崎新庄さんは本当に中国も得意なんで、本当にこう研究されて作り方とか、あの彫刻からですね、色合いもそうなんですけども、すでにこう凝って作られてますよね。八戸共進会出汁組新桃太郎です。共進会さんはね、いつもこうみんなが分かるような、そうですね、今年も桃太郎ということで、ただ新桃太郎ということで、あのまあ、犬猿生地を、はい、あの人の形に見立てて登場させたということで、はい、またちょっと新たな形での桃太郎になっています、はい、あ16日町出汁組、はい、西遊記妖怪の女王白骨夫人の戦いです、はい、こちらの西遊記 の映画があったんですけれども、はい、そちらをもとに、出汁にしたという形ですよね、はい、なのであの映画を見た方は分かると思うんですけども、そのまま出汁についてます、はいはい、で佐賀城長著版会、はい、佐藤法師という形でついていますね。そしてこちらが主役の白骨夫人、そうですね、やっぱりこう恐ろしさというか、なんかこう不気味さというものが、このバッグもやっぱり工夫して、そうなんですよね、ドクロもついて、はい、六日町漬祭り若者連滝夜叉姫です、はい、この滝夜叉姫も人気の題材の一つなんですけども、まあ、結構最近ではなかった久々の登場ですね、はい、六日町さん結構今こういう題材が、一昨年去年と多いので、今年も竹谷社姫、まあ、面白いところをあの題材にされたなと思って見てましたね、はいはい、今年伝統出汁賞を受賞しています、はい、岩出汁です。そうですね、岩出汁ですね、はいはい、そうですね、このドクロがついて、このなんていうんでしょうか、色合いがこう独特しさを、演出しているというかですね、出汁は義経千本桜陽子狐忠信です。関東賞を受賞しています、はい、おめでとうございます。あの吉田作業さんも歌舞伎ものは得意で、ただあの最近はちょっとあの歌舞伎ものじゃなく伝説ものとかで、今回久々にこう歌舞伎ものということで、あのこの義経千本桜も出汁としては人気の題材の一つなんですけども、はい、まあ、あの上手ですよね、はい、やっぱりあのこの主役からこの衣装から全てもう作られて、
いろんなこの歌舞伎はやっぱりメイクも重要なんですけども、そういうところも細かいところまで研究して作られたということで、はい、ウリワカ伝説です、はい、ウリワカ伝説ってこちらも久々ですね。ですよね、はい、構想を抱えられた松本さんは、私小学校ぐらいの頃からお知り合いなんですけども、その時からじゃないですかね、このユリワカ伝説をやりたいということで言ってたのを、今年題材がうるしさんがユリワカって聞いて思い出したんですよ。ああ、そうなんですね。だからずっとためにためて、はい、いろんなこう練りに練って今回登場だと作り上げてきたんですね、はい、源の頼光と四天王、大江山にて鬼を撃つです、はい、まあ、こちらも大江山の四天王寺大使、はい、という形ですね、はい、先ほどの辻立松さんとは違って、今度は鬼がこう、鬼の顔がいっぱいついてるんですね。そうですね、見えますね、はい、新荒町さん、今年は伝統奪賞を受賞しています、はい、そうですね、はい、この鬼の顔もまた大きいんですけれども、よくこの4体も出しに乗ってだなという感じなんですよね。難しいですよね、これだけ大きい。難しいと思いますし、うん、もう本当にぎゅうぎゅう詰めになると思います。そうですね、はい、上組町若者連、はい、浦島太郎を見送る乙姫です。こちらは皆さんご存知の浦島太郎が、はい、もう地上に帰るっていう場面で見送る乙姫ということで、はい、見送る乙姫が主役になってますよね。そうですね、上組長さんはね、はい、昔話が得意な足組ですよね、はい、まあ、今年もこう若い方々が中心となって、この人形の衣装とかですね、はい、やっぱり乙姫様なので綺麗で、こういう風な、まあ、これが主役の乙姫様なんですけど、はい、まあ、鎧とか衣装とかこう髪飾りとかも綺麗ですよね、うん。さあ、そして見返しは浦島太郎を迎える場面ということで人形状になりますよね。伝説、海彦山彦、天女と平和を願う。さあ、こちらは令和元年の平和を願って出汁を制作しました、はい、ということです。この海彦山彦と題材、この令和元年を掛け合わせてみたいな形ですね。この題材は空想物語ということなんですけれども、はいはい、今まで新根城新組長さんはどっちかというと、まあ、戦い物、武者物を多く登場させてもらったんですけど、今年からこういった形でちょっと変わった題材にチャレンジされてますよね、はい、これが左側が山彦、はい、右側が海彦という形で、はい、左側がやっぱりイノシシに乗った山彦という形ですよね、はい、右はこっちの なんですかね、ナマズなのかな、サメですかね、うん、海彦だと。26日町出し組2番組令和元年ことほみです。さあ、2番組と言いますとね、はい、火消し番組ということですよね、そうですね、はいはい、26日町さんはやっぱりこういう火消しの題材もこう、まあ、例えば周年記念とか、はい、そういった時に絡めてこう題材にされてるんですけども、今年もやっぱり令和元年ということで、はい、あ、そして神楽も登場しています。紹介していきましょう。長与保町生き組吉祥七福神その1千住弁財天です、はい、
長横津さんも祝い物もあの昔から作られてる町内さんで、やっぱり令和元年にかけて、はい、祝い場のおめでたい題材ということで登場ですよね、はい、もう長横津さんは本当に歌舞伎から中国物からあお祝い物から何でも作れる町内さんなんで、はいはい、去年はあの派遣年だったんですね、はいはい、そうなんですね。昔からまあ祝い物が得意な町内なんですけれども、今回まあ やはり開元ということで、はい、そうですね、2年ぶりに何を作っても上手ですよね、はい、はい、七福神で参りました、はい、これあの上の部分は虹なんですかね、表現ですよね。そうですよね、虹ですよね、はい、そこにやっぱりこうイルミネーションが、うん、こう LED が入ってますね、はい、はい、綺麗ですね。そうですね、これはちょっとこう 赤にライトアップして、ライトアップ、すごいやっぱり夜に映える出汁です、はい、さあそして見返しですけれども、お亭様が酒を飲み開元を祝う場面ということです。あ、やっぱりこういう雰囲気っていうのがやっぱり長横さん上手ですよね。そうですね、はい、そして続いてやってきましたのが、はい、八戸青年会議所さんの南部グレットカダレジャ音頭ということです、はい、さあこちらはですね、みんなで踊って八戸三社大祭に参加しようということでね、はい、中日この合同運行にだけ参加してるんですけれどもね、こちらが南部グレットカタレジャ音頭ということになります。やっぱりここはこうやって行列の最後にこれが来て、カタレジャ音頭が来て行列が終わるっていう感じで定着していけばやっぱりいいですよね、こうやって。そうですよね、はい、